はい、どうも水ちゃんです。今回もですね、JR 王子駅にやってきました。今回はですね、王子駅前のちょこっとさんっていうね、あの居酒屋さん今日は行きたいと思うんですけども、ちょこっとさんね、今年で17周年ということでね、今回ねお祝いに行ってみたいと思います。今日はねちょっとあいにくの雨でなんですけどね、今日はねお祝い、しに行きたいと思います。17周年ってなかなかですよ。はい、それではですね、本日お伺いさせていただくお店はこちらの、ビアカウンターちょこっとさんにね、入っていきたいと思います。ここはね、あの当てがね結構安いんですよ。で、あの飲み物も安いしね、お持ち帰りもできますわ。テイクアウトもできるんでね。はい、ちょい飲みセットもやってますよ。はい、本日ね17周年感謝祭ということで、今日と明日、どでかいチューハイが200円と、濃いハイボール200円、めちゃくちゃ安いね。ではね入っていきたいと思います。これマスターやで、これマスター、いや宴会なこれ。入りますね。マスター、これあのつまらんもんですけど周年祝いで持ってきました。めっちゃ嬉しいやんこれ。あ、そうすか。今すぐ開けていい？あ、どうぞどうぞ。はい、すぐ開けてみんなで飲みましょう。あ、ありがとうございます。あの風の森なんですよ。風の森の、あのなんちゅうの、あの限定商品 の缶専用のやつらしいです。缶、普通冷やじゃないですか、それの缶専用らしいです。ちょうど今寒がりのお客さんいたあるから。寒いですよ、風の森。風の森、はい、風の森、はい、では早速行ってみましょう。ちょっとミッチャーのモノマネしたちょっとね、はい、マスターと乾杯したいと思います。風の森のね、これ限定商品ですわ。あの缶専用のやつです。でもちょっと冷やで飲んでみます。いただきます。いただきます。あ、め冷やでもいけますねこれ。十分、めっちゃフルーティー。しかもウィンナー発酵が起こってたんかなんか知らんけど、蓋開けた瞬間にちょっとシューって。そうでしょ。じゃあ早速缶していきます。あ、どうぞ。これあの缶にね、風の森してもらったんでちょっと飲んでみたいと思いますわ。あの、お、あ、ありがとうございます。よし。あー、なんか雰囲気変わったちょっとね。なんかあったかいリンゴジュースみたいな感じですね。めちゃめちゃフルーティーっていうか、美味しいですね。さすが水ちゃんセレクトね。いや、風の森結構推しなんですよ。いや、僕も大好きね。ちょこっとさんね、あのキャッシュオンスタイルなんで、ここにねとりあえずね今回3000円置いときます。3000円もね飲んだら飲みすぎやけどね、とりあえずね置いときますわ。さあ、じゃあチューハイください。チューハイ、はい、普通でもめちゃくちゃ安いのにね200円でもありえないです。レモンチューハイで、はい、喧嘩悪いやな。
あ、選べるんですか。こっちかこっちかミックスか。これこ両方どっちか選べる。ミックスってミックスもある。あ、え、何がミックスなんですか。西と東の中間じゃあ中間でお願いします。中間、はい、これで1杯につき2回プッシュしてるんで、はい、1回ずつにする。ああ、なるほどね。だからうーん、前からうん、コーナーになって、はい、コーナーになって、あ、そう、そういうことですね。これがミックス、はい、ありがとうございます。はい、それではね、ちょこっとさんのまず1杯目はこちらのどでかい、チューハイ、レモンチューハイですわ。いただきます。200円ですよ、安い。うまい。通常でもこれね300円なんで、ね、かなり安いですよね。それが今日は200円。うまい、うん。はい、あてなんですけどもね、この、冷蔵のケースからね、取る感じですわ。いろいろね入ってるんで、奥はねアジフライ、カレーコロッケで馬刺しもあるしね、500円。うん、鶏ハムの炙りであったりね、いろいろありますわ。これ何やろ、これお作り、違うな、お寿司やな。いろいろありますわ。あ、鉄皮、あ、懐かしいな。ちょっと鉄皮食べましょうか。鉄皮と、ほんでね、何しようか。あ、奥にだし巻きあるな。あ、ごめんなさい、だし巻きちゃうかった。シューマイや。でも美味しそうやね。シューマイいただきますわ。はい、こちらね、鉄皮、300円になります。いやー、美味しそう。ポン酢でね、こうあっさりいただきますわ。はい、鉄皮いただきます。うん、美味しい。うん、歯ごたえがいい。鉄皮美味しいですわ。300円ってね、ありえない設定ですよね。うん、もうね、酢だけもちゃんと入ってて300円ですよ。うん、うまい。うん、はい、来ました。こちらがですね、シューマイです。シューマイ6個でね200円。安いね。ちゃんとからしもつけていただいて、これね、ちょっと醤油つけていただいていきたいと思います。醤油でかっ。醤油でかいな。うん、ちゃんとね、注ぎ口ね、こんなになってますわ。こんなでかいのでも注げるんや。よし、あ、うまそう。シューマイうまそうですわ。シューマイね、6個で200円って安いですよね。シューマイいただきますよ。からしをね、ちょんとつけて、これでいただきますわ。シューマイいただきますよ。うん、美味しい。うん、ちょっとね、からしつけすぎたけど、美味しい美味しい。200円は安いね。シューマイね、僕久々に食べましたわ。美味しいわ。うん、からしがよく合うね。うん、うん、お肉たっぷり、おいしい。うん、おい
しい、うん、こっちいつも座ってたかなって同じような身長で見えるやろ。あーもう飲み干ししもた。まずあの次ハイボールください。ハイボール、はい、はい、2杯目はねハイボール頼みました。これもう色がもう濃いやんか。これもこれねあの後でねあの炭酸もあのマスター出してくれるんでね、濃い人はあの炭酸で割ってください。おお濃いわ。マスター炭酸ください。やっぱ濃いわ。ありがとうございます。ちょこっとさんね、これハイボールがね、まあ、もうサービスでいつも濃いんでね、これあの炭酸こんなんですわ。ね、炭酸これチロリに入れてくれてるんで、これでね割って自分で調節するって感じですわ。こい。あーそれでも濃い。ちょこっとさね、こちらあの乾き物も置いてるんでね、こちら、魚肉ソーセージもあったり、こんなねカップ麺もあったりするんでね、安いです。これも200円。こちらピン、あの牡蠣ピーにしてもこれ100円やからね。乾き物も、充実してますわ。はい、来ました。次はねこれトンペイ頼みました。こちらね400円になります。鉄板でね提供してくださるというのはねありがたいですよ。でねこれお好み焼きのこのヘラでねこれいただきますよ。はい、トンペイです。焼きたてですわ。うん、うまっ、うん、めちゃくちゃうまい、うん、最高。こうねやっぱり鉄板で提供してくれるっていうのはねありがたいですよ。こう豚肉も大きくて最高ですわ。うん、うまい。からのねこうハイボールですよ。このねトンペイが結構あの卵のねあの焼き加減があの水ちゃん的にも最高ですわ。このあの焼きすぎてなくてこうちょっと若干こうトロッとした部分も残ってて、前表になかった、中にあったのがよかったので、うん、場所は正確に伝えておったら、うん、おいしい。行けたらでこの鰹節の香りがねいいですわ。うん、おいしい、うん、このねもうヘラで食べるっていうのがねいいじゃないですか。いただきます。うん、こうね半熟加減が最高、おいしい。うん、ちょこっとさんのこの豚肉結構あの分厚めでねおすすめですわ。次はねこちらちょっとねオムライスあるんでちょっとオムライス食べましょうか。マスターこの赤しそチューハイください。あそうなんで赤しそチューハイ、赤しそチューハイか、あのそれはそれでジミーからこれさ、あそうなんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとじゃあ乾杯。あ乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。置いたんだ。ジミちゃんからいただきました。ありがとうございます。いただきます。ジミーちゃんね、あの昔 の, あの実はの知り合いだったんですよね。こう王子でね、まさかこんなことあるとは思わんかったけども、二十何年ぶりにこう知り合ってね、そんな巡り合わせ、オムライスね、こうケチャップ、ケチャップかけてね、よし、
これでないもんな。オムライスちょっとね小腹空いた時にはいいですよね。300円ですわ。いただきます。オムライス300円。うん、まあまあのちょっともうね、この小腹空いた時にこのちょうどいいですわ。うん、300円ってね安いよね。うん、これ繋がるとねえああ張り切ったっすね。風の森。はい、あーうーす、はい、もうまさまさもう5時から飲んでるわ3時から飲んでるよすいません、ごちそうさまでした。こっちかよし、はい、今ね、はい、王子のねちょこっとさんで飲んできました。今回ね17周年ですわ。こんなねもう17年やれるってなかなかですよ。今回ねお祝いに行ってきました。うん、今回ねどでかいチューハイが200円、それからね、濃いハイボールが200円ということで、ね、かなりね、安くでねあの提供していただきました。ありがとうございます。まあそんなんでね今回は、ちょこっとさんで、楽しんでね飲んできましたよ。面白かったですわ。うん、まあそんなんでねいつもねみずちゃんのね動画を見ていただきましてありがとうございます。またね、次の動画でお会いしましょう。みずちゃんでした。